moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。5月25日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋をお送りいたします。名古屋もですね、もう梅雨入りになりまして、ね、だいぶ早くね梅雨入りしましたけども、終わりはね全然例年通りで早く縮まるってわけではないみたいなんですね。こんな時はね王子の気持ちもね沈みがちでございますけどもね、あともう一つねネオン街にね繰り出すこともできないね、ちょっと寂しい気持ちになってます。滑り王子マスクマンでございます。はい、今日はね名古屋は黄砂が飛んでまして、ちょっと霞んでいました。なんかね黄砂とか PM2.5 とかちょっとね洗濯干すのどうしようかなって迷うことがちょっと多くて困る味噌煮込みスキーと、今日はですねまあ仕事でですねちょっと郊外の方行ってきたんですけど、いやーほんとねさっきも言ったように霞んでてですね、あーちょっと今日見通しが悪くて、あ黄砂飛んでるなーと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今日の今週のテーマは雨レイン。今週のテーマは雨レイニーです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、シンガーソングライター、福田康之さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄のベニーモ丸焼き誠餅店、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、今週のテーマは雨です。メールが届いていますので、はい、早速紹介いたします。はい、お願いします。はい、お願いします。ダンサーズさん、みそさん、王子こんばんは。雨の季節はパンツが蒸れて大嫌いなシュプリームです。だよね、あのねいきなり共感、うん、ぴったりしちゃうんだよねあ、そうなのね。ちょっとそこちょっと私よくわからないけど、はい、テーマ雨。雨といえばアジサイ。雨が大嫌いな自分ですが、今年は頑張って雨の日のアジサイを撮ろうと今からワクワク。昨日は下見がてらアジサイの穴場探しに行ってきましたが、どこもまだほとんど咲いておらず、6月1週目ぐらいが狙い目かなと。あ、王子は飲み屋のお姉さん以外は写真撮ることってあります？いや、あのね、王子写真撮らないですよ。危ないですから、ね、いろんなところに拡散されるとね困りますね。ツーショット写真とか絶対ダメですよね。ですね。もういろんなところからね、はい、クレームが入りますので。なるほどね。はい。はい。ね、そして写真がね、届いてんですよ。画像が見えるかしら。ツイキャスの方は見えるかもしれない。こちらが、昨日撮影した埼玉能護寺のアジサイ。
そしてもう一つ一枚来てまして、鎌倉の長谷寺の紫陽花ですということで写真が届いてます。あら、あのね、奈良の写真の、うん、あのね、奈良県にもあるね、長谷寺もね、同じ名前なんですね。あ、ね、そうですね、有名ですよ ね、 ね、うん、そうですね、一緒の名前なんですね。この紫陽花もね、うん、土の質によってね、色が変わるって言いますけどね。あ、そうなんですか。うん、赤になったりブルーになったり、はいはいはい、いろいろありますもんね。そうなんですよ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてですね、アレックスさんからですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、タイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。今日からプロ野球は交流戦、ドラゴンズ対ホークス。あのね、今日ちょっとね、王子も見てたんですけど、まあ、この愛知県地区の方はね、名古屋、ね、だともうドラゴンズファンが多いものですから、今日はちょっと残念な、ね、結果ですね、アレックスさん。 でドラゴンズが2対0で勝ってしまいましたので、ね、また応援よろしくお願いいたします。はい、バンテリンドームとペイペイドーム、すごい名前ですが、うん、雨が降っても試合ができるので安心です。今年の梅雨は雨が少なくて水不足が心配です。降っても1時間で止んじゃうような、すぐに虹が出て太陽が元気なんですね。ちょっと雨が欲しいですねってことですね。沖縄そうなんです ね、 やっぱり空梅雨っていう、空梅雨なんですよ ね、 ね。なんか雨が降るって言いながら、あ、ちょっと土砂降りのところもあったんですけど、やっぱり全体的に雨は少ないみたいですよ。うん、名古屋でもあれですね、名古屋はよく降ってますよ ね、 よすね。ちょっと今日は晴れ、うん、でも、うん、なんかやっぱりすっきりは晴れないですよね。なんか晴れてても夕方雨になったりとか、そうですよ ね、 ね、曇ったりとかですもんね、うん、はいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カープボーイさんが、味噌煮込みすき、イサンダンサーズさん、ひげを剃っても薬味つるさん、皆さんこんばんは。こんばんは。テーマ、雨降らないな、相変わらず降りそうで降らない、でも湿気はいつも高い。あ、そうそう、沖縄だからですよね。このまま降らないのかな、さすがに観光客少ないって言っても、そろそろ降ってもらわないと困りますって感じかな、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、浦添のしんちゃんさんも、うん、旧名古屋の皆さん、ハイサイ沖縄から浦添のしんちゃんデイビルということで、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、イエーデビル。え、何何今、うん、ギネスさんも、うん、名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。泉佐野の特急佐野さんもこんばんは。こんばんは。おがちからもしさん、青森からツイキャス見ています。ただいまの青森の気温は 15.3 度です。皆様の地域の気温、天気はどうでしょうか、ということで。まあ、昼間はちょっと蒸し暑いなと思いました。でも今いい、一番いい季節ですよね、うん、はい、今日はね、ちょっとあれでしたね、風もね、カラッとしてね、うん、午前中は良かったんですけどね、うん、昨日はね、ムシムシしててね、それこそ本当にね、シューブリンさんじゃないですけどね、パンツぴったりだよ、本当に、ね、おだまり、うん、坂健さん、ありがとうございます。ありがとうございます。長谷寺は奈良も鎌倉も行きましたよ、ということで。あら、そう、ね、そうですね。あと沖縄大好きさん、こんばんは、お待ちです、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、いろいろツイキャスも来ておりますが、はい、メールも来てますね。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。泉佐野の特急佐奈さんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。読む前にね、一言ちょっとね。何？今ね、はい、佐奈さんのね、メール読もうと思ったらね、うん、アリがね、アリ？アリがね、アリがね、ちょっとスタジオにアリが。うん、このね、こうメールプリントアウトしたらね、うん、アリがね、この原曲ね、歩いてきましたんでね。あ、本当だ、うん、今このアリをね、見つめながらねメール読みたいと思いますけどね。ちょっとダンサーズスタジオにアリが。ええ、これ演技かもしれないよ。どういうこと。いや、本当にです、ね、はい、はい、自転車通勤していますが、雨の日は本当に困ります。はい、傘を差しての自転車は乗れないので、雨がっぱを着ますが、雨がっぱを脱ごうとしたらなかなか脱げず、雨がっぱについた雨のしずくで体がしずくまみれになってしまいます。あら、あ、雨の日は本当に嫌いです。じゃあまたやってことですね。ちょっとね、しっかりくっついちゃいますもんね、こう雨に、ね、濡れたりとかするとね、なかなかその脱ぎづらいっていうのがあるかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ行きますね、はい、お久しぶりです、モーラです。ありがとうございます。ありがとうございます。たまに
裏と表を交互交互に聞いています。どういうことだろう、表と裏。本日のテーマ、雨ですか。雨といえば、大きな百貨店では外の様子がわからない店員さんや社員さんに音楽で知らせています。例えば、悲しき雨音が流れれば店員さん全員がわかるという仕掛けです。急な小屋のお三方さんは常識ですから、とっくにご存知のことですね。失礼いたしましたって。でちなみに雨の日は雨を眺めて落ち着くので好きです。明日は夕方晴れてほしいですね、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。知ってます。した、聞いたことありますね。うん、聞いたことありますね。はいはい、あれなんか王子首かしげてる。記憶にございます。聞いてるかもしれないんですけど、うん、覚えてね、ちょっと覚えてないですね。皆さん申し訳ないです。なんかこの、ちょっとビニール袋に包装を変えたりとか、そういう、例えば紙袋だと濡れちゃうから、うん、はいはい、そういう音楽でお知らせして、あ、外雨降ってるんだなと思ったらビニール1枚かけようとか、そういう感じで、はい、そのためにお知らせするんですよ。あらば、ちょっとした心遣いがあって、そう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 、ね、ですね。はい、一つオリコンになったね。オリコンになった。そうだね。知識が増えました。そうだね。はい、ありがとうございます。ということでですね、CM の後はゲストコーナーになります。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。キユナ名古屋。はい、今日の電話ゲストです。今日は、シンガーソングライターの福田康之さんです。こんばんは。はい、こんばんは、福田康之です。ありがとうございます。お久しぶりです。ご久しぶりです。昨年の9月以来っていうことになりますけども、はい、はい、もう半年以上。そういうことですね。はい、ですよね。はい。もうご無沙汰しております。もう本当にね、ご無沙汰だなっていう感じだったので、ちょっと今日も、はい、お聞きになられてる方、初めての方もいらっしゃいますので、改めて自己紹介の方、お願いしてもよろしいですか。はい。
はい、福田康幸と申します。沖縄で、生まれて沖縄で、育って、今ですね、沖縄で、拠点にですね、弾き語りを中心に活動している、シンガーソングライターというところでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。はい。前回は、千年花火の、そうですね、はい、PR で、ご出演いただいたんですけども、はい、あれからもう半年以上経ってるんですけども、はい、何か半年間どのような活動をされていらっしゃいましたでしょうか。そうですね、まあコロナ禍とか、まあいろんなことがありまして、はい、その中でまあいろんなことで自分のいろんなことを思うことがあったんですね。まあ、今後どうしていこうかとかですね、はい、まあその音楽性の変化だったりとかいろいろありまして。はい。で、もう、これ、なんていうんですかね、もう、ちょっと田舎にちょっと引っ込んで、畑でもしながらですね、音楽でもやっちゃえばいいんじゃないかなんて、いろいろ考えていたんですけれどもですね、はい、いや、やっぱりこう、いろいろ沖縄のことをこう考えながら、まあ、少しでもですね、はい、歌を聴きたいという方がいたらと思いまして、はい、また活動を一生懸命頑張ろうと思ったような、はい、感じの半年間だったかなと思いますけれども。で、今回の、まあ、はい、この後ちょっと、告知をいただくんですけども、今回のミニアルバムというのは、もう、こういった、はい、半年間の良、かったこと、あと辛かったことが、入ってるような感じのアルバムになってるんですか。そうですね。そういう、まあ、沖縄を、沖縄という土地っていうのに、はい、しっかり土台があって、はい、そこの上にしっかり立って、生きていくんだっていうことを、やっぱり大事にしないといけないなっていうところから、感謝を込めて、はい、作らせていただいたアルバムです。ああ、そうなんですね。この、はい、はい、私もこのアルバム、実はですね、予約、しました。はい。はい。キャンプスレコードさんの方のサイトで予約しましたけど。ありがとうございます。本当ですね。ちょっと楽しみにしてますので、はい。はい、ぜひまた私もこの今、BGM 流れてる、沖縄を忘れないで。こちらの方も、はい、某西町の放送局さんの方でも、お聞きしてましたので、はい。そうですか。ありがとうございます。嬉しいです。土曜日の夕方からやってる番組で聞いてましたので。例のですね。はい。はい。お酒飲みながら収録してる番組ですね。そうですね。はい。はい。いい気持ちで やらせていただきます。あちらを聞いておりましたので、よく存じ上げております。で、まあ、実は福田さん、私もお会いしているんですけども、実は、もう一人、福田さんと、はい、合っているものが今隣にいますので変わります。はい。はい。承知しております。ご無沙汰しております。みそにこみすきです。はい。ご苦労様です。お久しぶりです。ご無沙汰しております。6月3日に発売ということで、タイトルが沖縄を忘れないでという CD アルバムなんですね。はい。はい。ね、沖縄の100年のテーマにしたコンセプトアルバムということでお聞きしましたけれども。ありがとうございます。ね、全6曲収録されてるんですね。そうなんですよね。まあ、この全16曲ですね。6曲なんですけど。全6曲。はい、うん。いろんなカバーとかですね。はい。自分のちょっと三種の先生のカバーだったり、あとは老人ホームで、入所されてる方に送った、歌っていうのが沖縄の民謡の中でありまして。そのカバーをですね、またちょっと挑戦したりとか、はい、ポップスあり、ちょっと演歌調ありというような、なんか不思議なアルバムになってますけどね。ね、また、いろいろ様々なジャンルの、ね、ちょっと詰め込んだようなアルバムになっておりますけれども。そうですね。6月3日発売ということでですね、やはり県外の方でもね、はい、やはり購入したいという方が結構いらっしゃるので、どのように購入したらよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。沖縄市のですね、はい、にあります、キャンパスレコードという、昔からあるレコード屋さんなんですけれども、はい、こちらの店頭、または、通信販売ですね、キャンパスレコードの、
楽天ショップとですね、はい、ヤフーショッピングというところからまた通販でも購入することができるので、はい、ぜひですね、見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、キャンパスレコードさんは沖縄市のね、コザの方にございますけれども、はい、ね、またあの県内でも離島の方ですとかちょっとあの遠いなっていう方はやはりあの、ね、あの通信販売ということで、キャンパスレコードさんの、はい、楽天市場ヤフーショッピングで調べていただければ購入が可能ということですね。はい、そうです。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。ね、今ちょうど BGM で本当になんかこう心落ち着く素敵な音楽に、ね、なってますので、ね、ぜひぜひ聴いていただけたらと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こんばんは、滑り王子マスクマンです。あ、お久しぶりです。どうも。あのね、ずっとあの喋るのを我慢してたんですけどもね。いや、もううず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 してるのが電話から伝わってきましたけれども。もうね、あのダンサーズとね、もうあの味噌煮込み式がね、最近ね、あのきちっとしたね、お堅いお話ばっかりするもんですから。いやいや、大切な話ですから。大切な話です。なかなかあの私に番が回ってこないもんですからね。いや、そういうこともまた大事ですからね。はい、あのね、はい、いろいろな資料をね、あの読まさせていただいてですね、あの福田さんがですね、あのラッパーの方とね、はい、あの楽曲で、コラボされたり、ね、参加されたりっていうのをね、ちょっと拝見しましたけども、うん、まあ、私もね、王子滑りトークっていうね、そのトークに乗せてね、うん、三振をね、福田さんにね、弾いていただきたいっていう。はい、もうそれぐらいね、いろんな方にオファー出してるもんですからね。あ、そうですか。うん、それこそ沖縄を忘れないでんだけど、王子を忘れないですけどね。うん、これはまた新しい曲が生まれそうな、うん、そういうのをね、いつもね、お願いしてるもんですからね。おだまり。はい。大体、皆様ね、心の中で、却下って思ってると思うんですけども。おだまり。もう私はね、もう僕も同じような性格なもんですから。もう熱心にね、オファーをかけますので、その時はよろしくお願いいたします。おだまり。一緒にも、沖縄へ来るときはですね、はい。まあ、一緒に、歌なんか一緒に歌えればなと。そういう気持ちでいますけれども。そうですよね。もうお酒飲みながらね、もう何歌ってるのかもわからない、トークも何言ってるかわからない状態になりますけども。福田さん、危険ですよ。一緒にも。いや、もう一緒に滑りたいですね。いやー、はい、ちょっと危険だな、これ。福田さんね、今ね、滑りたいなっていう、発言がございましたけどね、王子滑ってるとは思ってないもんですから、はい、いろんな方からね、王子滑ってるよって言われてね、初めて気づくっていう、そういう方でございますんで。まあそういうもんですよ。ありがとうございます。そういう感じで、はい、まっすぐ一緒に行きましょう。楽しく。はい。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、とんでもないです。で、福田さん、最後にですけども、はい、このアルバムのことで、ちょっと簡単にご説明いただいて、あと、もう一度ご購入方法などを教えていただければと思います。ありがとうございます。今回ですね、去年出したんですけれども、千年花火というですね、松井五郎先生という作詞家と、津島隆先生という作曲家の方に、いただいた千年花火という曲も、収録しております。そして今から流れる、曲だったり、またそのカバーだったり、いろんな思いをですね、この6曲に込めた、つもりでございます。ぜひ、聴いていただければなと思います。6月3日、発売です。1500円のですね、消費税になっております。購入はですね、キャンパスレコードで検索していただくと、通販サイトもですね、表示されるかと思います。ぜひ、聞きになってください。福田康之で沖縄を忘れないでというアルバムです。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ぜひ皆様の、はい、キャンパスレコードをで検索していただければと思います。はい、ありがとうございます。本日はシンガーソングライター福田康之さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、赤く場所が揺れてる。キウナ坊や。
はい、はい、もう一緒に滑ろうとか王子を忘れないでとかびっくりしちゃったけど、いや、あのね、いろんなねプロのねシンガーの方にねいろいろねオファーかけてるでしょ王子。困ったもんだ。はい、はい、ということで、はい、メールいきますよ。はい、はい、お願いします。はい、キウナゴヤの皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、雨。雨が降るより晴れた日の方が断然良いのですが、沖縄の水道事情は雨水が大変なので、やはり雨が降ってくれないと困ります。今年の沖縄は早い梅雨入りにもかかわらず、まとまった雨がありません。勢いよく降ったかと思ったら、すぐ止んでしまう夏の雨です。やばいです。今年の沖縄、梅雨を一気に飛び越して、夏空になりつつあります。日々、入道雲が増えています。だから、突然の片笛が多くなってます。突然降ってない地域も、ある夏独特の降り方です。今年は断水が心配です。では、番組最後まで聞いています。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まさにさすオープニングで話してたあの状態ですよね。そうですよね。はい、ね。続いてですね。はい。はい、お願いします。初参加の方が、ね、はい、メールいただきました。はい。茨城県からですね。R&K のパパです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。キウナゴヤ初参加です。楽しく聞かせていただいています。はい、ということですね。両耳かっぽじっていろいろちょっとね、お耳きれいにして、聞いてください。王子の素晴らしいトークができると思いますので。おだまり。耳をしっかり聞いて何かと思ったらそれなのね。そうですよ。はい。では行きますよ。はい。はい。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。テーマ雨。室内から外に出た時にふっと鼻に感じる何とも言えない雨の匂いが好きです。今日も放送楽しみにしてますということで。ありがとうございます。雨のね、降り始めの独特の香りってなんかわかりますよね。はい。そうですね。はい。ということで、メールまだまだありますけれども、また来週紹介させていただきます。はい。はい。では、エンディングです。来週のテーマはT シャツ。来週のテーマは T シャツです。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上・海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城マネサの R サプライ、フォークリフト整備・塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今日も聞いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ツイキャスもね、たくさんありがとうございます。はい、ギネスさん、両耳かっぽじって聞いてますよって。ありがとう。夏子さんも。本当に沖縄雨降らないですね。突然の雨もすごいですよね。うん、っていうことで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カツカツのシンスティンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉の郷さん、うちの読谷中ワイフも雨少ないねって心配してます。ということで、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。今週も聞いてくれてありがとう。閉店ガラガラ。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ツイキャスもたくさんね、たくさんありがとうございます。はじめましての、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そうだ、ツイキャスもね、いっぱいね、うん、コメント来てましたもんね。ねえ、はい、嬉しいですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、葛飾のちんさん、埼玉のゴーさん、おがちからもちさん、浦添のしんちゃんさん、ギネスさん、泉佐野特急佐野さん、シプリームさん、たくさんたくさんありがとうございます。はい、お口からもしさん、ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあ、はい、また来週。